恋と愛の違い。一人でも成立するのが恋。二人で必要なのが愛。理由を作って会うのが恋。理由もなく会えるのが愛。伝え方に悩むのが恋。伝えなくても伝わるのが愛。叶わないこともあるのが恋。叶えたのが愛。 一瞬で生まれるのが恋一生育むのが愛すぐに消えるのが恋ずっと残るのが愛相手の嫌なところを見ないのが恋すべて受け入れるのが愛当たり前の奇跡 一緒に笑える奇跡ありがとうと言える奇跡共に喜びを分かち合う奇跡いつもそばにいてくれる奇跡今日も生きられる奇跡当たり前の日常に奇跡はあふれているあとは気づくかどうか決して失ってから気づかないように